鉄165系電車悠 u 東海悠 u 東海悠 u 東海は、東海旅客鉄道が1989年から1999年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。全車両とも165系電車より改造された。ノ延線等の商談面トンネルに対応すべく、モハ車は低屋根構造とされた。は、 名古屋工場が担当したが、電動車ユニットは、日本車両製造豊川製作所に委託された。客室設備は、ハイデッキ構造で二人がかりのシートピッチ1メートルの、バケット型回転式、リクライニングシートを各車両に48席設置。各車には冷蔵庫や40インチのビデオプロジェクター、または34インチ大型テレビを設け、運転台からの全面展望や、 ステージイベントの中継映像の放映を可能とした。1.3号車の運転台背後の客室先頭部には全面展望可能なラウンジスペースを設け、これに合わせ運転台の全面ガラスを拡大した。2号車には中央部にはビデオカメラやレーザーディスクカラオケを備えたイベントステージが完備され、鉄道車両では初めて床そのものが低音スピーカーとなる。 ボディソニックシステムを採用している。また、テレホンカード式公衆電話も設けられた。戦闘部を大型前面窓の非貫通スタイルに変更した。塗装は、ライトグリーンとゴールドのツートンに、静岡県の名産であるみかんと茶をイメージした、オレンジ色と緑の楕円型を配した。これらを合わせ、触れ合いは、仲間や静岡地区のイメージなどを表現するものとした。愛称名は、 一般公募で、悠々東海と命名され、1989年7月28日に、落成。静岡運転所に配置された。名称は、悠々とも、広し、悠々に通じて頃が良い親しみやすい等の理由から採用された。8月3日に、清水飯田間の快速列車、悠々東海森林浴列車で営業運転を開始した。以降、 団体専用列車のみならず、静岡地区を中心とした、悠々で始まる多客臨時列車としても運用された。なお、当初は、編成名は、UU 東海と入りで表記され、時刻表に掲載される列車名も、同様に UU 東海となっていた。この他に、花の基金号、美延線急行、富士川大層、371系検査時の、 ホームライナーにも充当された。末期には団体臨時列車よりホームライナーで運用されることも多かったが、長距離の運用により、車体や床下機器の老朽化や団体需要の減少により、1999年11月11日に運転された急行、静岡青い白号をもって営業運転を終了。所属基地の静岡運転所で備品などの撤去後、 浜松工場へ改装され、同年11月15日付で廃車された。ありがとうございます。